立花とめ6月7日は、日本の海軍軍人。米国駐在時代に、情報活動に従事し、FBI に逮捕され国外追放処分を受ける。最後の連合艦隊参謀の一人である。最終階級は、海軍大佐。熊本県出身。鹿本中学を経て、海軍兵学校に進む。海兵52期で、現田実、内藤を、 ふ田たみが同期生である。1925年少尉任官立花は運用術公開学生を修了した公開化専攻の士官で、駆逐艦、吹雪さざなみ、軽巡洋艦、川内、十巡洋艦、三熊の公開長を務めている。大義時代は練習艦退三冒険副艦として、海兵60キラの遠洋公開に参加。 満州事変の影響で、日米は、緊張状態にあったが、司令官、百武言語を補佐して、北米方面に向かい歓迎を受けた。海兵協官、連合艦隊参謀兼副官を二度務め、軍令部三部出資を経て詳細進級。海大講師36期を卒業した。中山貞吉らが同期である。1939年6月から、 米国ロサンゼルス駐在となるが2年後の6月6日、逆スパイにかけられ、FBI に逮捕される。岡田貞友と共に、国外追放処分となり、日本に帰国した。日米海戦は目前に迫っており、軍令部第三部部長自家族部員に配置される。第三部は急ぎ、米国に、情報要員を送り込んでいるが、真珠湾攻撃後は、連絡が途絶えた。 1943年10月に南東方面艦隊参謀に就任し、草勝とむ一を補佐。米軍の攻勢が強まり、連日の航空戦が繰り広げられた時期である。1944年2月のトラック島空襲により、トラック基地が壊滅的被害を受け、ラバウルの航空兵力は同基地へ転用された。航空兵力を失った。 南東方面艦隊は、ラバウルでの牢状体制を取ることになる。同年4月には、海軍おつ事件が発生。小賀峰市をはじめ航海参謀、大月俊一ら連合艦隊司令部が、ほぼ全滅し、立花は、大月の公認として、連合艦隊へ転出した。同年10月には、海上護衛壮司令部参謀、兼務、1945年5月に、 海軍総大戦無参謀となる。霊天沖海戦、天豪作戦、海上護衛作戦などに関わるが敗戦を迎え、同年11月予備役編入となった。1935年、米国で情報活動を行っていた宮崎敏夫が逮捕され、日本海軍の対米情報網は壊滅した。立花はその情報網の再建を行っていたが、 1941年5月、米太平洋艦隊司令部の歌手官から、米海軍の戦艦射撃成績表の入手を図る。ところがこの歌手官は逆スパイで、立花は逮捕され、立花の部屋からトラック1台分の資料が押収された。事件に関わった、高野ラ氏やフレドリック・ラットランドも FBI に捕まれました。立花逮捕の法を受けて、岡田は、 ロサンゼルスに向かったが、途中で警察に留置された。立花、岡田は、外交特権を有しておらず、基礎となれば、服役の可能性が高かった。この時期は、中米大使、野村義三郎、中米武官、横山一郎らが、米国務長官、コーデルハルと緊迫した、外交交渉を行っていた時期にあたり、影響を与えかねない事態であった。 野村は、ウェルズ国務次官とスターク海軍作戦部長を、横山は、海軍情報部長を訪問し、穏便な形での収集を図る。野村と春は、日米交渉上、ドロップするのほかなしとの合意に至り、この事件は、立花と岡田を国外追放にする政治的決着で、終結した。ありがとうございます。